はい、ではお金の話第2弾でいこうかと思います。このね、億万長者合宿のシリーズなんですけども、まあ数えてですね、1000回を目前にしております。まあ、1000回と言いますとまだまだだなという、ね、部分が私と吉田さんの共通の概念だと思いますけども、あの億万長者合宿関連で、どんな売り上げが上がったのかってことをね、私つぶさに振り返ってるんですよ実は。今まで実は15名の方が億万長者合宿の動画を見て、もしくは億万長者合宿というものを私の動画の他に見たところ、いろんなことを気づいたんで、速稼塾に入らせてくださいということでお問い合わせをいただいて、この数ヶ月間ね、15名の方をお迎えすることができました。15名の方をお迎えして、速稼塾というものが億万長者合宿関連でプラスアルファの会員さんを迎えたことについてですね、売上としては1件30万ですから、まあ、全額入金じゃない方もいますけどもね、450万の売り上げ上がってるわけですよ。450万ですよ。で、450万を例えば1000の動画で割ります。そうすると1本あたりの単価、私は4500円でこの動画を、まあ、毎日ね3本作ってるじゃないですか。ってことは日当で言うと13500円億万長者合宿のために働いてるという見方もできるわけですよね。いかがですかね。この最初はね、ほんと数本あげたりとか100本とか200本の時はそれは売り上げはね、億万長者合宿という吉谷さんの主催されている合宿の売り上げ上がったと思うんですよ。私的には収益はありません。でもこうして続けていると、私のね、速稼塾というものの概念が私のチャンネルでも公開されていると。で、ガッチャンコした吉谷さんの動画でも吉谷さんのねお話の後に紹介されていることを繰り返していくと、まあ、私はですね、億万長者合宿から実は収益を得ている方っていうのが、まあ、思った通り実現してるんですよね。私の場合いつもそうなんですよ。最初に売上とか利益っていうのをあんまり期待しないんですよね。自分の気持ちが乗るもの、自分がもう止められてもやってしまうぞっていうぐらい、もう内側から出てくるね、モチベーションがあるもの、やる気のあるものを続けていくと、どこかでブレイクポイントが現れるんですよね。それに共感する人が強いファンになって、そして私の速稼塾というものに気づいて、その速稼塾が源流になってこの発信が続いているのか、これはもうちょっと興味を持って取り組んでいきたいなっていうふうに感じていただけるんでしょうね。私はこの動画の中で速稼塾のセールスがありますとか、速稼塾というものが儲かりますとか、こんなノウハウが詰まってますみたいなことを話したことないと思うんですよ。この1000話もう続く億万長者合宿でも多分ね、速稼塾のセールスなんて一件もしてないと思うんですよ。速稼塾のその字ぐらいしか出てないと思うんですよ。しかもそこで稼げた人の実績をブワーッと並べたりとかしないんですよね。何にも話してないんですよ。でもこういうふうに何も話さない、何も伝えていかない、何のプッシュもしないこともやっぱり人のね、一定の人数の信頼関係を生み、久保哲郎というものをおそらく検索したんでしょう。久保哲郎というものを検索すると速稼塾ってキーワードが出たでしょ。それ以外のビジネスのスキームとか出てないと思うんですよ。速稼塾しかやってないんで、でそこから速稼塾というものの派生でどんな人がいたのかってことにたどり着いて、速稼塾というものを元にして発信している人にたどり着いて、なるほどと、ここまでのことをしているのに久保さんは自分の塾生がこうなった、私のおかげでこうなったみたいなことを言わないんだなってそこまでたどり着いて、私の方にますます興味を持ってくれたというね、甚だ時間がかかるんですけども、私のことを興味を持って勝手に掘り下げてくれる方しか私の多分速稼塾のご案内のメールって言ってないと思うんですよ。速稼塾について教えてくださいっていう風なメールを私にね出してないんですよ。でも振り返ってみるとこういうことになりました。およそ1000話続けてきて、私はこのね数ヶ月間、日当13500円でこの1日3本最大値で40本の動画、一番少ない時って1本というのもありましたよね。でこういうことをやってきたのかなと思います。だからここでですね、悪質な人は、1日3本の動画を撮るだけで13500円の、日当がもらえます、隙間時間にできますみたいなキャッチコピーを書くんですよ。でも私はその一番いいとこだけを取り出してこうなりますよっていう風なね、そういうずるいセールスとか錯誤させるような、錯誤を連想させるようなね、そんなのコピーライティングだと思わないんですよ。ダメな時もあるよと、でむしろ9割は何にも起きてないよと、その何も起きてない時に種をまいているっていうこと、種が育っていくのには時間がかかるよと、どのぐらい時間がかかるか、そうですね、季節ですら移り変わるのに3ヶ月かかって、年間4回変わって1年ってものを通じてますから、私たち人間が変わるのもそうですね、早くて3ヶ月、普通の人で1年とかかかるんじゃないかなと。そしてちょっと気を抜くとね、3年ぐらいかかってしまう。千里の道も一歩から、千日の日付も1日目からというね、そのぐらい気の長い戦いがいるんじゃないかなと
ということをお伝えしましたね。気が長いったってどうですかね。3年で1億円が見えてるとしたら気が長いって言いますかね。通常は30年かかっても1億円って手に入らなかったりするんですよ。まあ、そう考えていくと、振り返ってみればですよ、結果論なんですけども、私の選択していたものが今の私の暮らしを作って、私と違う選択肢を選んだ人ってのは私の今の現状とは違う今を今日送ってるんだなと思った時に、さあどっちを選んだ方が結果的には良かったのかなってことが見えてくるのか、だからといって私の選択がこれからもね、こういうふうな自由とか富をもたらすかどうかの保証は私自身も自信がないんですよね。だから確信がない、自信がない、だからやり込むんですよね。多くの人は確信して自信を持ったらやらないんですよね。だからやらないから足元救われるんですよ。やらないし何の顧みもしないんですよ。ただ乗っかってるだけと、美味しい話かいつまんでるだけ。私は美味しい話なんてのは一回もいかないです。そんなものではなくて、美味しくない時から始めてるんですよ。で自ら美味しくさせていくんですよね。そういったもんではないかなと思いますよね。それが私の、まあ言ってみればお金の作り方の、原点かなと思います。美味しくない時をやっているってことですよね。はい、それでは本日は以上です。